山を染めて、もみじが燃える。僕らの恋も燃える。結婚してて、ましてや子供までおったやなんて、うちは他人のもんには興味ないし。誰かの人生背負う気満々です。店終わったら時間作ってくれはります？結婚相手はそんなに急がんでええって言うんですけど、うちはすぐにでもしたい思てます。許せるわけないやろ。お前が松影英二か。どちらさんで？しゃあんた本当はまだ好きなんと違う？ゆうこが俺をそう思ってるいうこと。なんでゆうこちゃんがその曲を着信音にしたか考えたことあんの？京都人の密かな楽しみ、ブルー修行中、燃える秋。